は、これは失敗例ですね。で、右側によって操舵が遅れまして、で、右側にもそのまま脱輪をしてしまうということで、なかなか濃度の幅が3メーターということであると、操舵の切り方が非常に重要になってくるということであります。これをもう少しちょっと詳細に見てみましょうか。この段階ではですね、まだ操舵が切れてません。で、運転しているときにはですね、このドライビングシミュレーターでは、このやはり、濃度の位置っていうのが非常に分かりにくいというので、経験をしていれば、もう少し操舵を早めに切れたかもしれませんが、で、操舵を早く切れてしまいますと、この後輪の方が余裕がなくなってきてしまうんですね。これ、操舵が遅れたために、逆に言うと、左の後輪、この部分がかなり余裕があったということではあります。以上です。